今日は第2回ドラゴン選手権です、はい、イエーイ。前回は缶を330回飛ばして優勝した、ね、ドラ今回強者の企画が来ております。どうも、はい、どうもどうもどうも、ソーシャルディスタンス、はい、どうも。LDJ ロングドライバーズオブジャパンから資格を2人連れてきました、はい、でまず1人がですね、今年度、LDJ 日本大会8位小江戸京太、はい、ラッパー上がりのラッパー上がりのやっぱりリズム感がすごくいい。でもう1人、惜しくも準優勝で LDJ 契約選手の褐色の弾丸、豊田達弘。はい、弾丸、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 こっちの方がラッパーっぽい。今日はよろしくお願いします。お願いします、お願いします。今日のルールはドラゴンね、ドラゴン、ドラゴン、ショータイム対ドラゴンチーム、ドラゴンチーム、この中で一番飛んだボールがね、あ、そうだ、勝負という、はいはい、ボルビック、はい、ボルビック XCAMT、 これはドラゴン公式球、体格勝ったから、はい、圧倒的に破り、いやいやいや、圧倒的に不利で、今日もしドラゴンチームが勝ったら2人はこれからドラゴン出てもらう。あー、で、仮に我々が勝っても出るかもしれない。どっちみち出るという。なるほど、負けてもよろしくお願いします。お願いします、お願いします。それではやっていきましょう。はい、じゃあ、はい、ね、今回はあチェクテクチェクさんが312提供してくれております。素晴らしい。でチェクテクチェクの新しいカラーの限定モデルっていうのが出たんで、312はジュニアの皆さん、このショータイム限定のコードを使って479.5%オフになるんで、ぜひ購入してください。あそこまで飛んだら、お願いします。トータ君、これね、はい、LDJ でも公式飛距離計で、はい、採用させてもらってるんです。あ、ドラコン界でももう使ってるってことで、はい、あ、よい見えるだろ、よく当たる、毛まで見えるだろ、毛の穴まで見える、うん、まさにテクテク、なんかちょっとドラえもんテクテクちょっとドラえもんチックなはい、おしゃれ、もう圧倒的なコスパと精度と、ね、精度とあコスパ、はい、それが限定の、はい、白が限定、あ、白おしゃれ、いつも僕が使ってます、はい、いいな、今度買おうか、買いましょう、そうです、3個は買う、3個2個でいいんじゃない、両目用で行きましょうか、行きましょう。いや、ついにこの瞬間が来たな、ドラゴン、あ、命がけてくれよドラゴンの勝負だ、火事場のバカ力で飛ばしてやれ、行くぜ。あれ、負けたら家火事になると思う。あれ、さあ行きます。行け、47インチ、47、死ぬ気で、もう打って死ぬ、いや、お、いいんじゃない、曲がんない、いや、いいんじゃない、曲がんない、でも、おー、まっすぐ、グッドグッド、左サイドのフェアウェイ、どう、これラフじゃない、ラフよくね、まあありでしょ、ラフでも狭いもん、もうどこでもいっか、341、うん、え、341、お、おー、これあんま金魚2200っすよ。うわ、やった。一番いい。おしゃれ。やっぱ金魚。おしゃれてるわ。シャレオツ。うわーい。ボールがおしゃれ。この方がいいんじゃない？これの。うわーい。ボールがおしゃれ。この方がいいんじゃない？これの方が飛んで。これもオッケーでしょ。こっちの方が飛んでそう。見た目は。どう？当たった？当たった。調子いいな。335いってる。2700。スピンが。ちょっとスピンが700回転ぐらい入っちゃった。今のいい。でも全然。おしゃれ。東京インテリア。なるほどね。大塚家具とは違うね。ちょっと違うですね。おーい！いや、けど。おーい！いや、けどあれドロップしてるから、スピン量満足ない。全然見えない。それって。いやいや、違うの。あ、近所取れてない。取れてない。ラスト。ラストワン、ここね。おー、手が震えるね、これ。
353ナイスドライブナイス。これであのバンカーの右側狙いね。フェアウェイもっといかんかい。よし、ちょっとつけた、上がりすぎたけど出た。355、おいい勝負だ。いい勝負。どうだ、3球目シンクエ。食ったべ。これいった、これ食ったべ。おわ食ったべ。これいった、これ食ったべ。おー早い、60.8、 ボールスピード 90.8。 はい終了。今のは天ぷらじゃないやん。 90.7 出てる。だってすごいとこに立ってる今までで一番。よし、今人生で一番当たってない。今多分人生1。これ人生1上がったな。人生1上がった。でも今日触れてんねお兄さん。69年こんでんな。はい、緑ボールです。はい、すごいね、ここ400出るじゃん。388ヤードでした。バークシャー、バークシャー、マンバークシャー、全然見えない。真上、あの林越えたんですか。ゼロ、339。お、いいね。いいですよ。上しか行ってね。ちょっと上っすね。バークシャー、俺に力を。行け。おお、いい。来た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 。来た。俺が来た。おこれいいんじゃない。これは来た。おー344いいっすね。344スピンも2300。今すごい棒玉だったっすね。コツをつかんできた。やべえ、スカートスピードとあれが聞こえなかった。いやでも俺トラックマン反応しない人間なんだ。来てるっすよ、嫌われてる。いやトラックマンがついてきてない。トラックマンさえも凌駕してる。
え、どこ？上、右。もう、どっか消えた。金魚今何で？300、おー、来た来た来た、これは来た、これ真ん中、はい、来ました。いや、しかも危なくね、あれ。あー、いや、来ました。おー、来た、はい、これは来た、これ真ん中、はい、来ました。しかも危なくね、あれ。あー、微動だにしない。いや、57、トラックマンの57、57、早いな。そう、すごい。348、すげえ。ああ、疲れた。すごい。6、366、そんなもんか。もう、366です。もう負けた。ショートが35。なんだっけ、いくつだっけ。353。いや、400頼むぞ。おっしゃ。豊田選手。ダートよ。エンタートヨダ、エンター、エンター、エンタートヨダ。来た、いいんじゃない、ちょっと吹いてって、あれ来た、いいんじゃない、ちょっと吹いてって、あれどうだ、ちょっと良くねえな、あたり、それは良くねえ、すごいね、377、速は91.2。よし。あお。よし。わあ。あ、危なくない？どまっすぐ。あ、通じてる。通じてる。いや、微動だと思う。ゾーンに入ってる。すごいゾーンに入ってる。あの人超ゾーンに入ってる。あら、これ動いちゃうよ。ダメでしょ。全然ダメでしょ。出てない。あ、出てる。でもいいよ。ピン量とか超転がってる。本当だ。よし。30ヤードいいよ、もう。お、早い。91.4。何早っ。初速何本？91.7。ただちょっとスピンが今、4800も入ってないよね。絶対入ってない。スピンからビヨンってきたね。最後頼むよ。ラストです。許せねえ、もっと。383、参った、参りました。いやー、読めるわけなかった。 36？ でも366でしょ。いや、やばいっすね。やばい、いや、いや、リアルにし絶対何もしてない状態で、まあ、というわけでね、じゃあエンディング、秘境対決だ。惨敗ですよ。うん、あ、俺これ俺これ、うん、俺これ飛ばな、この2つがじゃあ俺のって、うん、これがかんで、黄色いボールがここにあって、どれくらいランありますか。ランはここに持って、ドラゴンチーム結構ありました。この辺に大体落ちるんですよ、スピンだね。で、やっぱり中間チームあんまない、15とかそれぐらい。で、ドラゴンチームから初速の勢いとかっていうのもあるんですか。はい、ということでドラゴン対決はドラゴンチームの勝利。20ヤード置いてくるから。いや、もう飛ばし屋っていうのやめるわ。そうだ、いやいやいや、10ヤード早い、360だもん。いやいや、ドラゴン選手の中でも3パチパチ3 8 8 3パチ3 3ぐらい
辻寛くんが366 353。まあでもここで負けられないでしょ。そうね、もうこれ出るしかないね。出るしかない。ちょっともうドライバー変えるわ。ああドライバー変えるわ。ハンクもショーダーもそうだし、やろうよ。やりましょう。そっちの分野もちょっと課題突っ込んで、はい、ショーダーくんの笑いやってやるか。ああ、やりましょう。やりましょう。よし、一緒にドラゴン参戦。イエーイ。ありがとうございました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 。この番組が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。